1980年の横浜太陽ホエールズでは、1980年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1980年の横浜太陽ホエールズは、ドヤツ市監督の1年目のシーズンである。1977年から指揮を取った、ベッドカオルゼ前監督のフロント入りを受けて、太陽ハイ抜きのドイヘッドコーチが監督に昇格した、この年、 親会社の太陽漁業のバックアップで球団初の海外キャンプを行うなど20年ぶりの優勝が期待された。チームは6月まで勝ち越しこの年優勝の広島やヤクルトに次ぐ3位につけたものの6月24日からの12連敗で一気に首位戦線から脱落。連敗脱出後は前年同様巨人や阪神との3位争いに終始したが 土井監督の1年目は59勝62敗9分と不本意な成績で優勝の広島と16ゲーム差の4位に終わった。投手陣は野村治と平松正治と斉藤明雄が2桁勝利を挙げたが、打線の援護で勝つ試合が多く防御率はやや高めで、チーム防御率はリーグ5位に終わった。打撃陣では四番の田代富夫が十六本塁打を放ったほか 3番に入った元光雄がチームトップ、そしてリーグ4位の314を叩き出す活躍でチーム本塁打は3位とまずまずだったが三振や併殺も多くチーム打率は前年の266から259へ若干低下した。大ベテランの松原誠は2000本安打を達成したがオフに小川正明とのトレードで巨人へ移籍し、 記者会見で対応で終えたかったと悔し泣きした。ありがとうございます。